商品レビュー専門、アライブ1の提供です。今日はメタクーのラジコンですね。こちら。非常にちっちゃいですよね。こういうちっちゃいラジコンだと、いわゆるトイラジコン。おもちゃのラジコン。これラジコンざっくり2種類あるんですよね。自分で組み立てて本格的にレースとかを楽しむホビーラジコン。それと普通のおもちゃ屋とかで売ってる、このような小型のラジコン。大体はホビーラジコンはすごく速い。トイラジコンの方はまあ遅い。部屋の中をゆっくり走らせる。そんな印象があった。でも今のトイラジコンは違いますね。ただこれをトイラジコンと言っちゃうのは疑問がありますね。こちらが説明書なんですけど、説明書を見ると、パーツ一覧、あとパーツ配置のイラストレーションがついてますね。それここまでアフターパーツがあるということは、もうこれ、ホビーラジコンに近いのかなと思いますね。それと電池。昔は乾電池を使ってたけど、今はリチウムイオン電池ですね。合計 7.2V、3.6V のものを2本使ってますね。だから非常に軽量で強力なんですよね。7.2V の電池と言ったら、昔のホビーラジコン並みのパワーですよ。それあとこちら、このボディが薄い素材なんですよね。見た感じはちょっとペラペラな感じがしますけど、非常に軽量で、ぶつけても壊れにくい。そういう材質ですね。それと付属品、送信機。こういうホイール型ですね。こういう形、実は一番車の操作しやすいんですよね。昔からあるこういうスティック型ですと、この車の向きによって、スティックの入れ方、向かってくるとき、スティックと逆に動きますね。でもこのホイール型、あまり意識しなくても自然に動きますね。車の位置がどうであっても、これだったら、なんかあんまし考えなくていいですね。直感的に動く。遠ざかるときは普通に操作する。向かってくるときは逆。そんなこと意識しなくても、慣れれば、ゆっくり操作して慣れれば、もう5分ぐらいで操作に慣れますね。あとは徐々にスピードを上げてって、間違えないように操作する。だからこの操作方法、非常にいいんですよね。あとは USB の充電器が付属します。ここに電池を入れて、2時間で充電できますね。それ電池も標準規格のものですので、通販で入手することができますね。これも嬉しいところです。電池いっぱいあれば長く遊びますからね。あらかじめ充電しといて走らせる。そういうことができますね。昔だったら電池って非常に高かった。1個何千円としましたけど、これだったら安いですからね。ハンドルこれで動きますね。引き金を引くと走ります。これいいところありますね。前進させる。それバックに入れるとブレーキです。離してもう一回押すと後退。昔のラジコン、前進中にバック入れると、本当にタイヤがバックで動いたんですよね。だから挙動がすごく不安定になった。でもこれだったら、前進して後ろに入れるとブレーキです。だから安定してますね。でもこれ、車体が軽いんですよね。ですので、フルスピードで走ってて曲がると、横転します。思いっきり吹っ飛びます。サスがついてて踏ん張ってくれそうな感じがしますけど、ちょっと硬すぎですね。車重に対して硬すぎ。ですので、舗装路面の、この踏ん張る力、あまりないですね。あとこれ 4WD ですので、ちょっとした斜面だったら登ってきます。ちょっとした悪路も走破できますね。だから場所を選ばないです。ただ一番いいのは、舗装路面ですね。舗装路面で快適に飛ばす。カタログの仕様ですと40キロ出せる。そう言われてますからね。最近だとドローンとか空飛ぶものに注目されますけど、やっぱし一番手軽なのが車なんですよね。ラジコンカー。今、昔と比べられないほど安く楽しめます。しかも早いです。ちょっと早いラジコンを楽しんでみたい人から、将来的にホビーラジコンにも興味があるので、そういう人におすすめできます。そう、唯一準備するもの。単三電池3本ですね。この送信機用の電池です。これだけです。それとあと、一番最初を使うとき、ペアリング動作が必要です。やり方、ここのバインドというボタン、これを押して電源を入れるだけですね。これで車両側とペアリングされます。これは忘れないでやってください。ちょっとラジコンに興味がある人、ぜひこのメタクーのラジコン、楽しんでみてください。アライブ1の提供、商品レビュー専門でした。